宇宙はこれ。スーパーヒーロー。イエーイ、よかった。やばいぞ、これは。やばいぞ。よかったよ。チーム S。チーム S やばいよな。白石砂川。白石砂川やばいですよ。ね。さあ、全部取りましょう、全部。主作もう野口の口ダメだからね。罰ゲーム。ってくれたらな、だいぶ楽なんだ。いや、ダメだな。俺はだってどっちがリーダーするかって2人で話し合ったんだから。楽しいこれ。楽しい。マジで永遠にできる。決まった？まあ行きましょう。よし。青春に。青春が2つもあるって。ハムじゃん。ハム青春といえば。やっぱ、ね、思春期の頃はやっぱハム、ね、食べたくなるよね。ん？ん？中二病の、ね、代名詞みたいな。頼むよ。今までの言ったヒントの部分もあるからね。ちゃんと喋って。の分もあるのよ。でもそろそろ攻めとかないと負けちゃうかな。消去法でね。そう、消去法。これは違う、これは違う。これは事故でも冒険でも青春でもない。それはハム。外されちゃった。青春はもういいや。諦めんなよ。私の方は去っていこう。ちょっとヒント出しすぎじゃないですか。これじゃもう、これ以上は言わない。でもヒント出すやつ下手くそだなっていう。青春と思ったら言わない。青春、青春。いいよ、いいよ、いけ、攻めろ、攻めろ、攻めろ、攻めて負けろ。違うんだ。違いますよ。え、市民。市民。これは負けるな。確かにここで終わらせたら。いやでも繋がってないんですよ。なるほどね。まあまあでも普通にやったら勝てるから。そうですよね。次のヒントでも1枚目取れない可能性が高いから。あのポンコツリーダーが。めっちゃ怖いんだけど。だって次2枚一気に取ったら。いやそれはないと思うよ。どうしようリーダーがポンコツだからもう大丈夫だ。それかもう攻めちゃうからね。なんか一番量難しいのだと思って。ね。まあそれはね、そうなるんだよ。難しいだから難しいところから攻めてってもよかったかもね。もしかしたらあと楽になるから。もう一回やりたいな。じゃあとりあえず一度いや繋がんないから。とりあえずいきます。はい。ゲーム上行くしかないんで。手紙って言ったらあれしかないですね。じゃあそうだ、あれしかない。はい、はい、メール。正解。あ、当たった。手紙の英語って何ですか。手紙の英語はレター。あ、よかった。メールが手紙の英語だと思う。なるほどね。それで迷ってたの。はい、取ったら、あ、なんか間違えた。そう、さっきジャンプがあったからね。まあまあコロナ禍だったらね。コロナ禍。この中だ。ああ、急に何時世の話を。でもな、これは昔すぎてわかんないかもしれないな。まず1個です。ジェネレーションギャップですね。
行くよ。はい。このミラクル起こさないよ。とりあえず順当に行こう。別のミラクルが起きるわ。お中元一。お中元。お中元一。なるほど。お中元。お中元といえばもうこれしかない。もかちゃんが分かった。俺も分かったけど。多分もう多分ツッチも分かった。この世代の人たちは分かってる。もうそういう単語がありましたからね。うんうんうん。俺だったら別所哲也って言ったから。ああ、それもあり。もうここで2枚取るしかないですから。そうね。冒険。お次元もいい。なんかもう次元わかんない。だって未だに事故も分かってないから。あ、事故もあったんですよね。あ、そうか、今自分で言いました。言って自分で言ってたけど、自分で言ったことを覚えてない。いや、お中元。あ、もう。ミラクル起こしてくれ。取ってみてもいいです。取ってみよう。あ、違います？そこは？これは何ですか？ごちそうさまでーす。喜びが終わって、やったー。冒険。まあまあまあ、ほらね、もかちゃん、ミラクル起こしたでしょ。俺がほなみだよ。よーっ、冒険です。冒険でした。もう冒険はない。え、もう冒険はないよ。冒険。これちなみに、もう暗殺者は、暗殺者は、暗殺者は医者です。うわ、まあ、出なかったね、近いのは。お中元って何ですか？ハムでしょ、ハム。あ、うん、サンドだった、私も。ハム、ハム。ハムかかぼちゃか。あと警察でしょ？警察です。ハムと警察で終わりだった。警察って何ですか？事故だよ、事故。あー、でも。でも医者もちょっとかぶってきそう。そう。あ、事故。うわー、そうだ。でもほら、事故だけど怪我とは言ってないから、っていう意味では、まあ、警察だよね。だから、おしゅうさんが俺と組んでたら勝てたよ。でも、ほなみだから。まあ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 。最後、おもかちゃんは苦労せずに勝てたよ。騙されそうだった。これは俺が悪かった。というわけで、コードネーム対決は、モカちゃんチーム、モカちゃんのどかチームの勝ちでした。じゃあ一発ギャグいきます。ポップコーンパーティー、ポップコーンパーティー、ポップコーンパーティー。最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。またお会いしましょう。